はい。それでは発表します。グッドライド日本レースクイーン大賞2019栄えあるグランプリに輝いたのは、一緒にチームメイトとして一緒にレースクイーンをしていた藤木祐希さんが一番のファンとして一番最初におめでとうサプライズで伝えに来てくれたようです。先ほど挨拶の時にお名前も出てましたね。はい、はい、今熱い抱擁を交わしてました。祐希先輩代理一番のファンの祐希ちゃん、やっぱり一番最初におめでとうを伝えに来たい来たかったみたいなんですが、ぜひ言葉でおめでとうのコメントをお願いします。なっちゃんがユキーナの思いもステージに連れてくよって言ってくれたから来ちゃった来ちゃいました、はい、ありがとう。本当に本当におめでとう。そして私からリーダー受け継いで本当にこの3年間レースクイーンとして、なっちゃんは私のこと本当に憧れで最高のって言ってくれるけど、本当に私にとっても最高のレースクイーンだと思うし、なっちゃんにとってみんなはすごい大切なものだと思うので、これからもみんなもなっちゃんに愛を、そしてなっちゃんからももっともっとたくさんの愛をみんなに伝えていってください。そしてまたいつか一緒にお仕事できる日を楽しみに私も頑張っていきたいと思います。本当におめでとう。はい、おめでとうございます。藤木さん本当にありがとうございました。もう思いを届けたいということで急遽駆けつけてくださいました。本当にありがとうございます。もうこれ2人でしかわからないいろんな思いがあるんでしょうね。はい、本当にありがとうございます。藤木さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ